まったく新年早々騒がしい連中だな。年が明けたくらいで何だというんだ。おい待て、その正月料理を食べないとは言ってないだろう。明けましておめでとう。一年の始まりはすがすがしいものであるな。まずは祝いの祝杯をあげようではないか。私の新年の目標ですの？それはもちろん質素倹約、清貧に生きることですわ。王族たるもの、常に民の模範となる生活を心がけませんと。それに派手な暮らしはどうにも私に合わないみたいなんですの。ハッピーニューイヤー。おめでたい席に私たちはふさわしくございませんものね。ご遠慮させていただきましょう。え、ご一緒してもよろしいのですか？ありがとうございます。では改めまして、ハッピーニューイヤー。この時期だけに見れる綺麗な日の出があるんやって。せやから一緒に見に行けへん？見れる場所結構高い山らしいねんけどな。ほんでもうちと一緒やったら大丈夫やて。せやろ？ほら、はよ行くで。今年こそ星の島イスタルシアへの道しるべを。そう、急がなければあまり時間もない。いえ、何でもありません。明けましておめでとう。お正月にはとっても可愛い変わった服を着る習慣があるよね。カリオストロも着てみたいな。新年にはお祈りを捧げた後にみんなでくじを引いて運勢を占うそうね。占いなんて未来のわかる私には無縁のものだったけど、あなたとの未来を占いに託すのも面白いかもしれないわね。明けましておめでとうございます。まさかあなたたちと一緒に年を越すことになるとは夢にも思いませんでした。ま、これも何かの縁でしょう。今年もよろしくお願いしますよ。あなたたちは危なっかしくてとても放ってはおけませんからね。年末年始は忙しいわ。仕事いっぱい溜まってるわ。まだダメだって、マスターとの契約何にも果たしてないじゃない。そんなこと言って戻るのがめんどくさいだけわ。知らないわ、今に怒られるわ。何の話かってな、しょ。今年もよろしくね、マスター。明けましておめでとう。今年も空の果てを目指して一応頑張るとしようや。何が起ころうと心配はいらねえよ。一流の傭兵であるこの俺様がついてるんだからな。年が明
けたのね。お祝いに船にいっぱいお花を咲かせてあげようかしら。なぜ年が明けたことを祝うのかって言われてみれば不思議よね。私もそれは考えたことなかったわ。でもきっとお祝いできることは多い方がいいわ。それだけ誰かが幸せを感じていられるってことだものね。明けましておめでとうございます。新年の抱負ですか？今年こそは聖地の巡礼を進めていきたいですね。明けましておめでとう。年が明けたな。今年もお前と切磋琢磨していきたいものだ。何？新年の景気づけに私の槍で空に炎を打ち上げるって？バッカじゃないの？この槍はそんな使い方するものじゃ。いや、ちょっと面白そうだけど。ん？団長か。年が明けたな。やはり最初の日の出は見ておきたくてな。ずっと甲板にいた。来年もこの場所で日の出が拝めることを願う。明けましておめでとうございます。今年もよろしゅうお頼申します。明けましておめでとう。また新しい一年が始まるんだな。今年もよろしく頼むぞ団長。明けおめ。新年早々まずはダラダラしたいよね。ほらほら、団長もゆっくりしようよ。明けましておめでとう。新たな年を君と迎えられて嬉しいよ。今年も共に精進していこう。明けましておめでとう。国づくりにはまだまだ有能な家臣が必要だな。団長、今年も引き続き仲間探しを手伝ってくれるな。慎みて信念をガサーン。わしのような古今どっぽの大剣豪になりたくば、正月とて休みはないと思え。毎日が常時が修行と思うべし。さすればいつしかわしの一番弟子となれる日も遠くはなかろうぞ。ハッピーニューイヤー。うえー、バンピーちゃん、初日の出って初めて見た。赤くて丸くてポカポカするね。なんだかお顔も熱いよ。ううん、苦しくはないよ。もっとこう優しい感じ。あんたもお顔が真っ赤になってるよ。今年もよろしくね、ケンゾくん。団長、水だ。口に含め。飲むな。口をすすぐだけだ。俺の故郷の伝統だ。邪を払い、一年の平穏と静寂を祈る。健やかに過ごせ。
明けましておめでとう。よし、今年も青少女を借りまくるぞ。いっぱい買って功績あげて組織に認めさせてやる。私の腕を、存在を。って団長と出会う前ならそう言って一人で焦ってただろうな。ゆっくりやるさ、あんたと一緒に。なあ団長、今年も一緒にやっていこうな。明けましておめでとう。さあ今年も一年協力してもらうわよ。逃がさないからね。本当の私知られたんだもの。あなたのこと話さないわ。だから一緒よ。今年も一緒、約束よ。破ったら煙にしちゃうんだから。明けましておめでとう。そうだ、君も子供と言える年齢だったか。ではお年玉をやろう。ギグのギャラが余っていてな、ここの子供たちに配っているんだ。一人100万ルピでちょうど。ん？やりすぎ？そうでもないだろう。家の1軒か2軒しか買えないぞ。ましておめでとう団長、新しい年の幕開けね。外を歩いている人たちも心なしかいい顔してる気がするわ。心機一転ってことかしら。私？もちろん今年も新しいドレスをどんどん生み出していくつもりよ。停滞なんてしたくないもの。いつか満足のいくウェディングドレスを作るためにもね。年が改まったとはいえ、特別それで何かが変わるわけではない。新年の抱負とよく言うが、いついかなる時も己を律し、己の目的を忘れるな。空の果てへ至り、お前の夢を果たすその時までな。なんだのんきな面して。俺は暦なんてどうでもいい、ただ日付をまたいだに過ぎねえ。正月なんて空域によって違うし、風習によっては意味さえ変わる。そんな曖昧なものを祝ってどうする。あ、昔書物で読んだ知識だ。うるせえ、勉強家とか言うな。あけおめあけおめ。ああ、これがお正月か。初めて体験するぜ。あ、いやいや適当じゃないよ。ほんとほんと、君と過ごすお正月はこれが初めてだよ。何して過ごす？メジャーな、ね、正月するか。にひひ。ハッピーニューイヤー。ん？今日は回答の仕事はお休みかって。今日ぐらい回答家業はお休みだ。たまには君とこうして
ゆっくり過ごすのも悪くない。ハッピーニューイヤー。今年は人間が友になれるとヴァンパイアたちに証明したいな。そのために団長さんも協力してくれるんだよね。頼りにしているよ、団長さん。明けましておめでとう。今年もよろしくね。今年の抱負？そうね、全力で挑むかしら。舞に対しても、あなたに対してもね。だから覚悟してね。私の全力はとっても情熱的なのよ。おや、まだ起きているのですか。日の出を待つ、なぜです。見たいのであればすぐにでもお見せできますが。そっちじゃない。ああ、これは失礼いたしました。ならば、私もご一緒しましょう。この空で見る夜明けも、いいものです。